中井正宏は、日本の男性タレント、司会者、俳優、歌手、事前活動家、男性アイドルグループスマップ全活動期のメンバー、神奈川県藤沢市出身、芸能事務所のんびり、中井代表取締役社長、神奈川県藤沢市生まれ、1986年14歳の時に、ジャニーズ事務所に入所、1986年の行楽園球場での、 ジャニーズ野球大会が初仕事である。その後、ジャニーズジュニア内グループ、スケートボーイズのメンバーとなる。1988年4月、同グループから木村拓也、稲垣五郎、森克行、草薙強、香取慎吾と共に選ばれ、男性アイドルグループ、スマップを結成。グループの中では最年長でリーダーを務める。1989年、 TBS ドラマ、時間ですよ平成元年において、俳優デビュー。1995年、アジ1問目において連続ドラマ初主演。テレビ朝日番組、サンデージャングルにおいて、スポーツキャスターを初担当。1997年、第48回 NHK 紅白歌合戦において、白組司会に抜擢される。25歳での白組司会は、 番組最年少記録となった。その後、通算6度司会を担当。2007年、第58回 NHK 紅白歌合戦では、赤組司会を担当した。1998年から、富士テレビ番組、FNS27 時間テレビの総合司会を3年間担当し、その後も99と共にを含め2004年、2006年、2011年、2015年に、 担当。2014年はスマップとして担当。2016年は司会者リレー方式で街頭番組部で担当。2000年3月31日、東京ドームにおいて行われた巨人の開幕戦にて、試合開始前の開幕セレモニーでの国家、君がよ読書を担当。2004年、TBS のオリンピックキャスターを務め、2006年以降のオリンピック時も、 同局のキャスターを担当。2009年、第2回ワールドベースボールクラシックにおいて、テレビ朝日の日本代表サポートキャプテンを担当。2009年、ドキュメンタリー映画、マイケル・ジャクソン・ディス・イズ・イットのワールドプレミアに、日本で唯一のゲストとして、招待を受け参加。2013年、第3回ワールドベースボールクラシックにおいて、日本野球機構により、 日本プロ野球史上初の公認サポーターである WBC 侍ジャパン公認サポーターに就任し、テレビ朝日と TBS の WBC 中継番組にも出演。2015年6月上旬、喉の,の主要手術を行った。2016年12月31日をもってスマップが解散となったことに伴い、2017年1月1日からソロタレントとなる。 2017年3月、ワールドベースボールクラシックの公認サポーターに就任した。2020年2月21日、記者会見を開き、3月31日をもって、ジャニーズ事務所を退所し、4月から個人事務所、株式会社のんびり、中井に所属することを発表した。同事務所は、父の命日となる2月19日に設立している。 レギュラー番組定期特別番組、不定期特別番組単発不都は、主演作品、N マッピー名義、中井さん名義、中井正宏名義。ありがとうございます。